駅名標。描かれたイラストは、文後高田市の熊野間街ふつ、中山香織駅は、大分県貴月市山賀町大技、野原座宮野原にある、九州旅客鉄道日報本線の駅である。事務官高度ドは92万517。単式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。互いのホームは、 古線橋で連絡している。上り線側に駅舎がある。木造の駅舎は2006年12月に解体され、新たに鉄骨平屋建ての新駅舎を建設し、翌2007年9月1日に利用を開始している。これに合わせ、バリアフリー対策として入り口へのスロープ設置や、ホーム改修お及び駅舎内に簡易多目的トイレを設置した。 JR 九州鉄道営業が駅業務を受託する業務委託駅。マルスはないがポス端末の設備があり、また近距離切符の自動券売機が設置されている。IC カード守護課は出入場とチャージのみ対応。大分方面から折り返しの列車が7本設定されている。大分発23時40分の上り最終の 普通列車が当駅止まりで到着時刻が0時半前である。2番乗り場は特急の通過町と当駅始発の大分方面が使用する。1965年度には乗車人員が364,117人、降車人員が365,466人で手荷物や小荷物も取り扱っていた。2015年度の乗車人員は84,331人。 校舎人員は85,466人である。1日平均乗車人員の数値は、各年度版、大分県統計年間による、年間乗車人員の値を、各年度の日数で割った値。旧山賀町の中心部にあたる。駅前を県道42号線が通り、駅の裏手を、国道10号が、日本本線に並行する形で通っている。ありがとうございます。